酔うっていう人もいたので、やっとこそいい感じのスタンドが届いて使ってみてます。なんか1回目とすごい違いだね。あれ？大丈夫かな？もし、聞こえなくなったら教えてね。聞こえなくなるわけないか。私が喋ってる場合に、なんか今左の方が自分が聞こえなくなったけど、まあいいや 始めよう。本当お待たせしてごめんなさい。今日はただ単に準備にすごい手間取ってしまいました。スタンドいいですねって意見があって嬉しい。やった、買ってよかった。質問からいこうかなと思うんですが、質問からっていうの変だね。もう順番関係なくいいや。こだわりの寝具とかあるっていう、質問があって、実はすごく今人生で最高、人生変わるぐらいのマットレスと、まあ、寝具全般を使っていて、私ずっとね、10代から10、13歳ぐらいの時からレコーディングとかしてる時もずっと立ってると腰がちょっと痛くなったりして、ちょっと弱いのね。で、最近までは腰が悪い人は硬めのマットレスの方がいいっていう。待って、トゥン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 っていう音がした。やイヤポッドから、これ落ちたってこと？ ってこと？充電してなかったからかな。ってことっぽいね。あ、全然聞こえなくなってるかも。ああ、これ、イヤポッドってさ、ずっと充電し、使ってない時いつも充電してなきゃいけないの？全然まだまだだった。全然ダメだった。この方がいいかな。 そんで、硬めのマットレスがいいっていう通説があったんだけど、1年半ぐらい前に改めてマットレス買い直そうと思って調べたら、ちょっと前まではそう言われてたけど、本当はよっぽどこう体がアンバランスで重い、体重がすごい多い人じゃない限り、私ベッド買いに行ったら、私ぐらいだったらむしろちょっと柔らかめぐらいの方が血行が悪くならなくていい、腰にもいいっていう、天然水の CM がって書いてある、いいっていうことが分かって、そんで、まあそれを参考にちょっと柔らかめのマットレス買いに行こうと思ってデパートに行ったら、ヘイステンズっていう、たまたまね、気になって店員さんにお話しかけた売り場が、スウェーデンの、もう165年ぐらい続いてる家族営業 なんていうの、ま、あの家族で経営してるヘイステンズっていう会社があって、で全部天然、中も天然素材で全部手作りなの。で、ちょっと昨日調べてね、ビデオとか見たんだけど、馬の尻尾の毛とフラックスっていう植物の繊維とコットンとウールとか、そういうもの、天然のものだけで、なんと、まあ、いろんなランクのマットレスが値段別でね、あるんだけど、一番いいやつかどれかを、スウェーデンの王様も使ってるっていう、使ってるらしくて、で私一番高いやつはさすがにそこまでじゃなくていいやと思ったけど、なんかいろいろ試してこれが好きって思ったのを買ったら、もうちょっと人生変わったなって思うぐらい、もうね、ほんと雲っていうか、なんか水の上に浮いてるぐらい、なんか自分の体重感じなくて包み込まれる感じになる。もう枕もいいけど、とにかくマットレス素晴らしいです。そこすごい、
今までは家じゃ、どっかさ、仕事で出張したり東京行ったりしても、まあ、ホテルのベッド全然いいマットレス使ってるじゃん。何とも思わなかったんだけど、うちにそのマットレスが来て使うようになってからは、ああ早くうちに帰ってうちのマットレス使いたいなって思っちゃう。あと、何がいいかな。英語でね、多かったんだけど、あなたの曲のインスピレーションは何っていう、質問があって、結構多かったのね。あんまり意味が分からなかったの。曲のインスピレーションってどういうことを、例えばどういう回答があるんだろうって思って考えた結果、まあでも日本語だったら多分どういう時に曲とか詞ってどういうとこからアイディアが出てくるんですかとか、どういう状況で出てくるんですかみたいなことかなだと思うんだけど、考えた結果、まあ、自分の人生かなと思って、まあ、生活と人生。で、それを言おうと思ってね。There were a few people that asked me, what is the inspiration for your songs? And at first I didn't really understand what you guys were asking, because I never thought about what the inspiration was for my songs. And after I thought about it for a while, I think the answer I can give you is my life. That's it. That's all. And there's another question. Do you have any regrets? I do. I have a few. But I wrote this in Japanese on Twitter, I think, last year or this year. But I've tried to separate the guilt and that comes along with regret, feelings of regret. And I decided to hold on to a few regrets I have, the really big ones. I decided to hold on to them and cherish them and just make them a part of me, and just try to let go of the guilt. And actually, I mean, am I going too much too into this? The song Time, I'd say, is built around the idea of the concept of guilt, feelings of guilt. I mean, not, bleh, what am I saying? Feelings of regret. And it's about not just looking back at the regrets, but understanding that that's the kind of thing that enriches me. And I'm better for them. I can look at it that way. I can make myself better because of them. And I'm a cooler person because of them. And it's a celebration of the things that happened and didn't happen. ちょっと後悔はありますかっていう質問があったから、そんな話したんだけど、まあ、ありますよっていうね。でもそれ大事にしてるって。ツイッターでも言ったけど、罪悪感とは別にしてね、罪悪感を手放して、後悔はいくつかの後悔は大事に自分の一部にしてますっていう。何がいいかなと。普段息子さんは何語で話していますかっていう質問。これも英語でいっぱい来てた。What language do you speak with your son? Or what languages does your son speak? There are many people asking that from the first IG Live. どっちから？何語で話してますかっていうのは、私とはいつも日本語で、ほぼ基本的に日本語で、で、父親イタリア人だから、そっちの家族イタリア人といる時、イタリア人とはイタリア語で話して、で、学校では英語で話して、英語喋る人とは英語で喋ってて、で、ホームスクーリングが、まあ、学校が休みになっちゃってからは、私とずっといても、まあ、その私とでも父親とでも英語喋る機会がなくなっちゃうなと思って、せっかく、ね、学校だけで頑張ってかなり喋れるようになってるのに、そこでなんか遅れちゃったら他の科目とかでも不便するしさ、なんか喋りたがってるから、彼もかわいそうだなと思って、私が英語でも喋る時間を設けるようにしました。
Yeah, so he speaks Japanese with me mainly, although after the homeschooling period began, I have begun to speak some English with him because I didn't want him to, fall behind in English. And after he's worked, well, I don't know if he worked hard, but he's caught up with English at school, and I felt I shouldn't let him. Well, he wanted to keep, using English and learning English, so I thought I should speak with him a little bit, just so he doesn't, lose what he's gained. And he speaks Italian with his father and his other Italian relatives. What's your favorite childhood memory? これ素敵だなと思って。子供の時の一番好きな思い出。これはダントツで、キラキラした思い出の中でダントツで1位なのが、8歳ぐらいの時にニューヨークに住んでる時にクラスの子2人と、クラスの子のお母さんに連れられて、その子のニューヨークマンハッタンから車で1、2時間くらいのちょっといな、なんかどこだったのかな、なんか別荘があるっていうか、なんか田舎だったな、すごい自然がいっぱいあるところに行って、夜着いてもう星はすごいいっぱい見えるんだけど、真っ暗で、その家のドアが見つけられないぐらい暗くて、みんなでドアをこう探して、でその夜もう寝なさいみたいな感じの時間になってから、こっそり3人で、女の子3人、8歳の女の子、ま、みんなもうちょっと上だったのかな、8歳か。ぐらいの女の子3人で家のすぐ外にある池、ちっちゃい池、浅いやつね、すごい浅いやつね、良い子は真似しないようにって注意が入んなきゃいけないかもしれない、本当浅い池っていうか、もう巨大な水たまりぐらいの浅いちっちゃい池に、3人で素っ裸になって入ったので、月の明かりと満天の星空の中で、あったかい時期だったけど水冷たくて、そこで3人でキャー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 ってなりながら入ったのが、周りも本当何も民家もさ、ない、見えないぐらい周り何もなくて、それがなんか夢みたいな思い出、記憶で、子供時代の中でいい思い出って思ったら、それがパッていつも浮かんできます。 It's When I was about 8 and living in New York, I was going to an all-girls school, and with two girls in my class and one of the girls' mom, we went. They took us to their country house, I guess. It was like an hour or two drive from Manhattan, and it was a beautiful location. I cannot remember for the life of me what that area is called. Well, when we got there, it was pitch dark except for stars in the sky, but we couldn't find the front door. We were, like stumbling and fumbling about in the dark looking for the door. And I mean, that's how much in the countryside it was, just in nature. And then late at night, when we were supposed to be in bed, the three of us snuck out and went to this, I would call it maybe, it felt like a small pond at the time, but looking back, maybe it was a. I'd say that's a bit dangerous for, just 8-year-olds to be in a pond by themselves. It might have been more like a huge puddle. I'm not sure, but it was like just really shallow water, just in this field. And we all got naked and went skinny dipping under the stars and the moon in the moonlight. And it was a really beautiful experience. Okay, 何しないでしょうかな。今始まって15分ぐらい？ 10 分ぐらいかな。そう、今日大丈夫かな、こうちゃん。さっき、
さっきね、そう、今日ゲストにこうに出演してもらうんですけど、さっきっていうか何時間か前に電話で話して、ちょっと大丈夫って聞いたら、まだインスタライフのやり方、参加の仕方とか何も聞いてないみたいだったから、そこでちょっとびっくりして、おい、大丈夫かなってずっとドキドキしてたんだけど、まあ大丈夫だよね、大丈夫かな、見てるかな。ジャズ、あと何がいいかな、もうちょっとだけ質問なんか答えようかな。じゃあ、過去のトラウマから抜け出せません。どうしたら立ち直ったり人を許せるでしょう？という質問があって、これ多分お名前がね、ゆかさんって人かな、インスタの ID からすると。私が思ったのは、どうやったら立ち直ったり人を許せるでしょうっていう質問だったんだけど、まず自分を許してあげることも大事なんじゃないかなと思います。あと、人に話すことってすごく大事だと思うな。書くとかでもいいと思うけど、日記みたいにね、とか手紙、その言いたい、なんかいろいろ言いたい相手にも言えない状況だったら、手紙をその人に出さなくてもいいからさ、書いてみるとか、話せるようになればもう大丈夫だなって私は自分のそういうことに関しては思うの。あと話して良くなったと思うし、だからなんか、なんていうの、デリケートなさ話だったらさ、ちょっと誰に話していいか分かんないってもんだったら、プロの人に話を聞いてもらうっていうのもすごくいいと思うし、あとはそのトラウマから抜け出せないっていう状況にいる自分を責めないでほしいなと思います。抜け出せないからトラウマっていうんだから、なんだろう、その体の傷と同じで、治る傷もあれば治らない傷もあるし、治るのに時間がすごくかかるっていう傷もあるし、もしくは治っても傷跡が残るっていう傷もあるし、別にそういうことに関してさ、自分でなかなか治らない怪我があったら、もう私のポンコツとかさ、自分も責めたりしないじゃん。ああ、治るに時間かかってるなって思うだけじゃない？実際にこう怪我してたらさ。だからあと自分が治りやすいようにいろいろさ、やってして自分のケアしてあげるじゃん。そういう、私に言えるのはそれくらいかな。まあ、生きてるって証拠だからさ。それもそういう時期も大事だと思いますよ。あと、時間がかかると思うし、何事も。あとなんか何がいいかな。好きな焼肉の部位は何ですか？私はもうタン塩が一番好きです。レモンとね。まあ、塩だけでも美味しいけど、ちょっとその両方かな。あとユッケが好き。 ああ、日本で美味しい焼肉食べたいな。あと、じゃあもう一個ぐらい行って、こうちゃんにお願いしようかな。英語でね、これ面白い質問だと思ったんだ。英語で先輩ではなくてパイセン、っていうようなニュアンスの言葉ってありますかっていう。リクエストオフってなかった。やばい、見つけられるかな。OK。
溶けしちゃった、ごめんなさい。turn off request to go on. でもどうせもうすぐオンにするんだ。しまった、しくじった。英語で先輩ではなくパイセンみたいなニュアンスの言葉ってありますか？英語にはないんだけど、フランス語には同じのがあるの。ほんとほぼ日本語と同じで、音節を入れ替えるっていう、ほんと先輩がパイセンになるみたいに、ヴェルランっていうの、それを。で、そのヴェルランっていう言葉自体が、ランヴェル、逆っていう意味の逆なのね。だから、ヴェルランっていうと日本語で言ったら、クーギャーみたいな、逆を、クーギャーって言ってるみたいな感じで、ちょっと例をメモったんだね。例えば、フーっていうのが、クレイジーって意味なんだけど、フーを、ふとうを入れ替えてウフっていうとか、あと多分すごいみんな使うのがウンサム、サムっていうのが女性なんだけど、それをムフ、ウンムフっていうとか、あと分かりやすいのだとビザーっていうのが、とビザー、 how do you say bizarre in Japanese? とても変、キーなことって意味なんだけど、それビザーがザービーになるとか、私は多分そのパーって言われても全然わかんないから、友達は、私と喋ってる時はフランス語喋る友達はそういうことぶっこんでこないけど、みんなすごい使うみたいです。なんか言葉遊びがあるの、日本人と。あ、もうこんな時間じゃ、もういい。大丈夫かな、なんか緊張するんだよね。てか心配なんだ、不安なんだ。大丈夫かな。OK, let's start. いきます。大丈夫かな。やる前に LINE してって言われたけど大丈夫ね。なんか。ちょっと待って。Turn on request to go live. で、こっちか。Go live with。見つけられなくなって探すだけで終わったらウケるねなんていうことを言われてたんだけど、まさか本当にそんなことにはならないよね。あ、見つけた。大丈夫かな。